僕は河野健一と申します。今日は日本人とサッカーの関係について少し掘り下げてお話ししたいと思います。サッカーの起源は8世紀頃のイングランドに遡ります。当時の戦勝祝賀の習慣がサッカーの原型になったと言われています。具体的には敵将の首を切り取って蹴り合うという何とも物騒な行為だったそうです。この習慣が徐々に発展し、ボールのようなものを蹴る遊びへと変化していきました。初期のサッカーは現代のようなルールはなく、参加人数も場所も自由だったようです。唯一の目的は決められた場所にボールを運ぶことだけだったんですね。このような自由度の高さはサッカーが狩猟民族のメンタリティに合致していたことを示しています。彼らは自ら考え行動することを重視する文化を持っていました。そういえば僕が17歳の時にイングランドでプレーした経験を思い出しました。そこで驚いたのは若い選手たちのコーチに対する態度でした。彼らは自分の意見をはっきりと主張し、時にはコーチの判断に疑問を投げかけることもありました。これは日本の文化とは大きく異なります。日本では子供たちは大人の言うことを聞くように教育されます。コーチの顔色をうかがい正解を探そうとする傾向があります。この違いはサッカーと野球を比較するとよくわかります。野球は日本型社会を象徴するスポーツと言えるでしょう。監督の指示に従うことが重視され、選手の個人的な判断よりもチームの戦略が優先されます。僕自身、小学生の頃に野球をしていた時、監督の指示を無視してホームランを打ったことがありました。結果として次の試合から外されてしまいましたが、これは日本の会社組織にも通じる構造だと思います。一方、サッカーは選手の自主性を重んじます。ボールを持った選手は、自分の判断で次の行動を決められます。この違いは、両スポーツの発展した文化背景の違いを反映しています。サッカーは個人の判断力と創造性を重視する狩猟民族の文化から生まれ、野球は集団の調和と指示系統を重んじる農耕民族の文化に適していると言えるかもしれません。しかし、これは日本人がサッカーに向いていないということではありません。むしろ、サッカーを通じて個人の主体性や創造性を育むことができるのではないでしょうか。日本のサッカー界も、このような文化の違いを認識しつつ、独自の強みを生かした発展を遂げつつあります。最後に、スポーツは文化の反映であり、同時に文化を形成する力も持っています。サッカーを通じて、日本社会もより柔軟で創造的な方向に変化していく可能性があるのではないでしょうか。少し難しい話になってしまいましたが、皆さんはどう思われますか？